はい、年を重ねる美化は不汚なるメイクアッププロデューサーの翔太です。はい、皆さんこんにちは。今回は皆さん結構ね、肩こりとかすごくしんどくなりませんか？はい、肩凝ってくるともうね、首がこうって縮まって首が太くなっちゃって顔が大きく見えちゃうっていうことになってくるので、肩こりをね、今日は解消しながらね、首を綺麗に見えるっていうストレッチの方を今日はご紹介したいと思います。はい、早速いってみよう。はい、まずこの、ね、首のね、この筋肉を伸ばしていきたいんですけども、まずね、こっちのね、指は親指ね、この顎の下の部分に入れてちょっとこうクーッと伸ばすようにしていきます。で、伸ばすようにしてあげて、ね、そこからね、こちらの方ね、このここに分かりますか、後頸筋が入っていて、ここがね、この顎の部分の下のとこに顎舌骨筋っていうのがあります。で、ここのね、2つはね、アプローチかけていくんですけども、ここをこう引き上げるようにしてあげて、左右でこのね、両手で反対側にね、伸ばすように入れていって、でね、ちょっとね、こう顎を少し上げた状態で、はい、リラックスして鼻から息を吸って、口から吐く。はい、3回繰り返します。これだけでもね、結構すっきりします。はい、そこから今度このね、鎖骨ありますよね、この鎖骨の方に指をちょっとね、置いてあげて引っ掛けます。このね、腕のところをダラーンとした状態で、わかります、これをこうやって動かしたいんですね。わかります、ここをちょっとね、突き刺した状態で中に入れて、クックックック10回ぐらい回していきます。ダラーンとした状態で、で、やってあげたら、今度ね、またこのまんまの状態でね、また鼻から吸って息を出しますね。手はもうダラーンとしていてください。はい、3回やりました。はい、そうすると結構ね、楽ちんになっていると思うんですけど、ここの部分また伸ばしたいので、ちょっとね、この耳のところにね、少し手をね、手アイロンのとこ上げてあげて、ここからこのリンパをね、少し流してあげます。ぎゅーってちょっとストレッチかける感じね。ここまたゆっくりね、触るか触らないかにして、ぎゅーって伸ばしていきます。はい、またぎゅー、これをね、3回から5回繰り返していきます。はい、そうしましたら分かりますか、肩がすごいこっち落ちてますよね。結構全然違うくないですか。すごいね、肩こりが本当に、肩ガリガリ揉むよりすっごい楽になるので、やってみてください。こちらの方また一緒にやっていきましょうね。こちらの方ね、この2本の指でちょっとぐーっと広げてあげます。で、広げて少し首をね、ちょっと斜めに上げて、あ、ストレッチ効いてるなーって思うとこで鼻から息を吸います。ふぅ。はい、3回繰り返したら、今度このね、自分の鎖骨のところに指をグッと、ね、引っ掛けた状態でちょっと下に下げる感じ。そうすると腕ね、こうやって10回ぐらい。左終わったら、今度少し上にまたね、ちょっとストレッチ効かした状態で同じとこを押さえて、鼻からで口からふぅ。
で、こちらの方ね、すっきりしましたよね。はい、そこから、はい、今度はね、手アイロンの部分。手アイロンの部分で引き上げて、ストレッチを効かせた状態で、ちょっと軽く持ってきて、ぐーっと上と下で引き離すように伸ばしていきます。はい、力抜いて、またちょっと斜めに向いて、ね、こちらはこういう感じ。こっちはこう。ね、ぐーっと首の筋を伸ばしていきます。ね、硬い人はね、5回ぐらいやってもいいかな。3回ぐらいでもすごい全然違ってきます。ね、顔も引き上がった上に首もすごく伸びてきます。ね、もう一回最後にいきます。はい、どうですか？ね、整いましたよね。はい、もうこれだけで。ほんとね、簡単にできますよね。なのでパソコンやって疲れたなとか、もう化粧しててもね、全然できるので、もういつでもどこでも、あ、肩凝ったなと思ったらやってみてください。もう本当にね、肩こりも治って、首もすっきりして小顔に見える、最高じゃないですか。ぜひやってみてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、皆さん、引き続き、本もね、すごく、毎回買いましたよとか、読みましたよとか、コメントいただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。もしね、まだ読んでない方がいらっしゃったら、またちょっとね、手に取ってチェックしてみてください。はい、コメント欄にもね、ちょっと私はここがね、凝ってますとか、痩せたいんです、ね、綺麗になりたいんです、いろいろね、あると思います。皆さん、思いの丈をコメント欄に書いといてください。またね、皆さんにお役立ちできる情報をどんどん YouTube にして流していきたいと思っております。皆さん、もしよかったら高評価ボタン、登録ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。